AMC ホーネットは1970年モデルから1977年モデルにかけてアメリカンモーターズ社で製造されていた小型の乗用車である。ホーネットは米国とカナダ市場でのランブラーブランドの最後を記した小型のランブラーアメリカンを代替した。ホーネットは AMC と契約を結んだバムや網といった。 国外市場でもライセンス生産が行われた新型の、ホーネットは AMC にとり重要な車と、プラットフォームであった。この車は、一つかもう一つの車型で1988年モデルまでの18年という、長い期間にわたり貢献した。ホーネットは、シボレーノバ、フォードマーベリック、プリムスバリアントといったその他全てのコンパクトカーの、プラットフォームよりも長寿であった。 ホーネットは、AMC のグレムリン、AMC コンコードと革新的な四輪駆動車の、イーグルの基礎にもなった。AMC 内でのホーネットという名称は1954年の、ハドソンとナッシュケルビネーターの合併まで遡る。ハドソンは1951年に、最初のハドソンホーネットを発売した。ハドソンはこの車を中心に据えた、ストックカーのレースチームを編成し、 このファビュラス・ハドソン・ホーネットは時を経ずして数々の勝利と1951年から1954年までのストックカーレースでのタイトルの石鹸で有名となった。ナッシュモーターズとハドソンが合併した結果成立した AMC はナッシュ社ベースのホーネットの生産を続け1955年から1957年までハドソンブランドで販売した。 AMC は1958年から1969年までのホーネットの休眠期間中もこの商標を保持していた。ホーネットのスタイリングはショーカーの AMC キャバリエが元になっていた。新型車の開発には3年の年月100万人時間の高数4000万 US ドルの開発費を要した。ホーネットは AMC を小型車に特化した。 日地市場の開拓者という元々の役割に回帰させる指標となった。1969年に1970年モデルとして販売されたホーネットは続く3年間に AMC が市場に導入する新たな一連の車の最初の車種であり、カーデザイナーのリチャード・ティーグと CEO のロイディ・シェイピンが1970年代に AMC に持たせようと考えていたイメージを具現化していた。車自体の模式図をデザインしたホーネットのダッシュボードはおそらく自動車市場でもユニークなもので、左右対称の形状はショーカーのキャバリエから発展したものであった。ベースモデルの希望小売価格が1994、US ドルのホーネットは経済的な小型のファミリーカーであった。 長いボンネット、短いトランクやスポーティな外観といったホーネットのデザイン上の特徴の多くは人気のフォードマスタング、シボレーカマロや自社のジャベリンからの引用であった。108インのホイールベースを持つホーネットのプラットフォームは多くの他の車種にも展開され、1988年まで生産された。ホーネットでは 経済性の高い2種の直列6気筒と 304CU インの V 型8気筒エンジンが選択できた。導入された最初のモデルイヤーではホーネットには2ドアと4ドアのノッチバックセダンが用意され、スポータバウトというナノ4ドアステーションワゴン版が1971年モデルで追加された。1971年モデルでは SC 360という 360CU インの V8 エンジンを搭載した高性能モデルが2ドアセダンにのみ追加された。1973年モデルでハッチバッククーペが追加された。AMC はホーネットをグレ、ムリンの元に使用した。グレムリンはボディの前半分は2ドアのホーネットと同一で後部を切り詰めてハッチバックドアをつけたものであった。 1973年モデルで世界的に有名なジーンズ製造会社のリーバイスジーンズトリムパッケージが提供された。リーバイストリムパッケージは人気があり1970年代半ばまで提供された。ホーネットは側面衝突に対応したサイドインパクトバーをドア内部に装着した最初の米国車であった。 1973年モデルのホーネットハッチバックは、1974年モデルのフォードマスタングやシボレーノバのハッチバックモデルに1年先行した米国車で初のハッチバック車であった。1969年9月に導入された最初のモデルイヤーのホーネットはベースとより豪華な SST の2モデルで2ドアと4ドアのセダンが用意された。 ベースモデルには 199CU インの直列6、気筒、SST には 232CU イン版のエンジンが標準で搭載されていた。304CU インの V 型8気筒はオプションで設定されていた。1971年モデルの二度アセダント1972年モデルのホーネットスポータバート1971年モデルでは、 テールゲートに1枚のハッチドアを持つ4ドアワゴンのスポータバウトが追加され、2ドアと4ドアのセダンは継続された。232エンジンが全モデルで標準となった。もう一種の注目すべき追加モデルは、1969年モデルの SC ランブラーの後釜を意図した2ドアのマッスルカーの SC360 であった。 ジャベリン A ミックスの 360CEU-INV8 エンジンを搭載した SC は特製ホイール、フードスクープ、ボディのストライプやその他の高性能を匂わせる外観により区別ができた。標準仕様で2バレルキャブレター付き 245HP を発生する360エンジン搭載車が 2663US ドルであった。199US ドルの追い金で 5をパッケージにして4バレルキャブレターとラムエア用、吸気口をつけると、SC の出力は 285HP に向上した。オプションで標準の3足、マニュアルトランスミッションを、ハーストシフトの4足 MT か、オートマチックトランスミッションにすることができた。D70X14 の、グッドヤーポリグラスタイヤが標準で装着され、ハンドリングパッケージや3.54、 1>, 1か3.90、1のギア比を持つツイングリップリミテッド、スリップデフを追加することもできた。SC360 は既存の大排気量エンジンを搭載した、マッスルカーには、真っ向からは対抗できなかったが、固めた、サスペンション、幅広たや、控えめな車体サイズにより0から60、マイルパーアワー加速に6.7秒。 1, 1 4ミリリットルドラッグストリップに到達速度95 9 5マイルパーアワーで14.9秒という、あなれない性能を有していた。モータートレンド氏は、普通のレギュラーガソリンで走り、夢のように扱えると評した。AMC は、当初1万台を生産することを計画していたが、自動車保険料金の高騰により1年の期間で、わずか784台を生産しただけで、 SC-360 の名脈は断たれた。他方でスポータバウトの生産数はその人気でずば抜けて高く、生産期間中のほぼ全てにおいてこのクラスで唯一の米国製ワゴンであった。1972年モデルのホーネットスポータバウト、AMC は1972年モデルで新しい品質保証制度を打ち立てた。バイヤーズプロテクションプランは 自動車メーカーとしては、初めての12ヶ月間または1 2 0 0 0トル内で、バンパーからバンパーまでを保証する、包括的な制度であった。AMC は1972年モデルのホーネットのことを、タフな小型車として宣伝した。1972年モデルで、ベースモデルは廃止され、全モデルは SST 仕様とされた。s ST は、 前年のベースモデルよりも多くの装備品を標準で備え同じ価格であった。ホーネットはほとんどの購入者が望む快適、便利な装備をつけて提供されたが、これらは輸入車では典型的な標準装備品であった。その他の変更は SC360 の小型マッスルカーが廃止されたことであったが304。30 CUIN の V8 エンジンに加えて2バレル版の3 6 0 c u i n エンジンがオプションで残された。オートマチックトランスミッションはクライスラー社から供給されるものとなり、AMC はこれをトルクコマンドと呼んだ。1972年モデルで新しかったのは内装オプションの10パッケージで、これは AMC が1971年モデルの グレムリーに設定して成功したものでこれの再来を目論んだものであった。穴あきホイール、ラリーストライプ、スポーツハンドルといったものが追加された。ホーネット X 仕様は2ドアとスポータバウトにオプションで設定された。性能重視のラリーパッケージも導入され、これにはボディカブの特製ストライプ、バケットシート、ハンドリングパッケージ、前輪ディスクブレーキ、 鋭敏なパワーアシストなしのステアリング、スポーツハンドルといったものが、その他もろもろともに含まれていた。1972年モデルのホーネットは、ファッションデザイナーの手による、特別豪華なトリムパッケージを提供した、最初の米国車の一台として特筆される。このモデルは、イタリアのファッションデザイナーのアルドグッチにちなんで、グッチシリーズと呼ばれた。この車には、 ネームプレートと特別なベージュ色の内装風表皮が厚い詰め物がされた座席とドアパネル内側に貼られ4色の塗色から選ぶことができた1972年モデルで2583台と1973年モデルで2252台のグッチ仕様ホーネットスポータバウトが販売されグッチパッケージが成功作であることが証明されたこれは フォード社の高級ブランドであるリンカーンを含む他の自動車メーカーにも波及し各社でファッションデザイナーの手によるトリムパッケージが設定された。伝統的な窓、テールゲートの後部扉に代わってなだらかな傾斜を持つハッチドアを備えた4ドアワゴンのスポータバウトにのみグッチパッケージが設定された。 1973年モデルのホーネットハッチバック1973年モデルの 304CU-INV8 エンジン SST モデルが廃止され、すべてのモデルは単にホーネットと呼ばれた。新しい5マイルパーアワーの衝突でも無傷という規制に合致するように大型の衝撃吸収式バンパーを備える顔付きの変更が行われ、その結果全長が6位伸びた。 カードライバーシが1973年モデルのスタイリッシュなクーペと呼んだ2ドアハッチバックが導入された。折りたたみ式の後部座席はほぼ平坦な床の加湿の容量を9.5から 23CU インに増やすことができた。ディーラーオプションで開けたハッチバックドア部にキャンプ用テントを組み込むことができた。セダンは前年モデルを踏襲したが、 ワゴンに新しく高級仕様の DL パッケージが設定された。この仕様にはボディ側面に貼られた木目模様のデカール、後部スポイラー付きのルーフラックと表皮にビロード生地を使用した左右分割リクライニングシートが含まれていた。グッチ仕様のワゴンはもう一年継続され、ハッチバックにはディヴァイス仕様の内装がオプションに設定された。X パッケージは スポータバウトとハッチバックにのみ注文することができた。希望小売価格はベースの二ドアセダンが 2298US ドルからより人気のある新しいハッチバックは 2449US ドルが最低価格であった。1974年モデルでは全4種のモデルが最小限の細部変更のみでほぼ前年モデルからのキャリーオーバーであった。 全部バンパー全幅にわたるプラスチック製ストリップが外され、ゴム製バンパーガードが取り付けられた。新しい5マイルパーアワー規制に対応して、後部バンパーが大型化され、ナンバープレートがテールライトの間の位置に持ち上げられた。1975年モデルのホーネットにドアセダン1975年モデルの L6232CU インエンジン AMC が、 新しいペーサーに力を入れたため、ホーネットは前年モデルとほぼ同一であった。主な違いは、縦格子の新しいグリルであった。経済的な小型車というコンセプトに回帰して、AMC は、ホーネットのマーケティングにおいて、バイヤーズプロテクションプラン保証を強調した。米国経済はインフレーションに陥り、すべての自動車メーカーの新車販売数は下落した。 業界全体の8200万台という数字は1973年の記録から2500万台以上の減少であった。ホーネットの販売数もこれの影響を受けた。レストアされた1976年モデルのホーネット、スポータバート6年目は前年のキャリーオーバーで AMC はセダンとハッチバックの価格を据え置き、スポータバートを若干値上げした。 この都市ステーションワゴンモデルを揃えたダッジアスペンとプリムスボラーレが発売され、AMC の国産6機等、小型ワゴン市場の独占時代は終了した。7年以上の時間を経て、ホーネットのデザインは時代遅れになっていた。またドールの MT モデルが廃止されるとともに1977年モデルの AMC 前車で、すべての3速 MT がフロアシフトになった。 新たなスポーツ志向モデルの AMIX がハッチバックにのみ設定された。このモデル名は AMC のニザスポーツカー AMIX を思い起こさせる有名な社名の復活であった。その他のホーネットに変更はなかった。1977年秋にホーネットは1978年モデルのコンコードとなるために スタイリングに変更が加えられ、豪華なコンパクト車という市場の地位確率に貢献した。スタイリングや部品のデザイン変更が施された新型のコンコードは、経済性重視のホーネットと比較して、より快適で購入者の要望をする装備を備えた上級志向の車であった。オーストラリア。 ビクトリア州のポートメルボルンにあるオーストラリアンモーターインバストリーズが1970年から1975年にかけて合計1825台のホーネットを製造した。ホーネットはオーストラリアでは4ドアセダンのみがランブラーホーネットとして販売された。AMC の映画の中での重要なプロダクトプレイスメントに1974年モデルの ホーネット X のジェームズ・ボンド映画、零零七、黄金銃を持つ男での露出がある。映画の中で零零七がカーチェイスの最中にバンコクの AMC ディーラーから間に合わせで車を挑発する。映画の中では特製のホーネットが AMC が協賛するヒューストンアストロドームで催されるスタントショーでアストロスペシャルジャベリンのスタントカーが見せる。 スパイラルジャンプと同じジャンプを行い、このスタントショーでは、グレムリンと、ホーネットも会場内で、片輪走行で走り回っていた。スタントカーは通常仕様のホーネット X に比べ、車高を低め、ホイールアーチを大きくえぐるといったように大幅に改造されていた。実際に、ボンド映画で使用されたホーネットは、その他のヤンフレミング財団が所有する著名なものやレレ 映画で使用されたものと共に、ビューリーにある、ナショナルモーターミュージアムに所蔵されている。ホーネットは代替エンジン車両の開発に供された。ホーネットという小型前輪駆動車が、ダッジブランドをヨーロッパ市場に参入させ、若い購買者を引きつける目的として2008年に、生産に入ることを念頭に2006年に、ダッジにより設計、開発された。 燃料価格の高騰とともに、クライスラーは2010年にヨーロッパ、米国、その他の市場にホーネットを導入するように開発作業を継続している。このホーネットの開発計画はクライスラーが買収され、フィアットの一部となったことでキャンセルされた。ありがとうございます。